アイテム番号 SCP-250JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-250JP はサイト8181の標準人型収容施設に収容します。収容状態の確認は1フレーム。寮の監視カメラ及び収容室に設置済みの各種測定器を用いて行ってください。 SCP-250JP との通常の意思疎通は書面または専用チャットルームにて行われます。 SCP-250JP には毎月1回以上健康診断と精神科医によるカウンセリングを行ってください。説明。 SCP-250JP は日本人とフランス人の両親を持つ女性です。収容前の国籍は日本であり、日本語以外の言語は習得していません。 SCP-250JP はその特異性を除けば身体的な問題点、またやや打つ傾向があるものの精神的な問題点はありません。SCP-250JP の特異性は人間が SCP-250JP を観測しようとした時に発生します。他の人間は SCP-250JP を観測しようと意識している限り、SCP-250JP の行動及び発話を認識することができません。SCP-250JP のいかなる発言及び行動も、観測者に無視される結果となります。観測中の SCP-250JP が物を持ち上げるなどした場合、物品が浮き上がったかのように見えた後、物品自体も認識不能になります。この影響は映像及び録音にも発生しますが、SCP-250JP の書いた文書には影響しません。このため SCP-250JP との意思疎通は主に文書またはチャットで行われています。SCP-250JP を撮影した写真は認識可能ですが、連続写真を1枚、秒よりも速い速度で視聴した場合、認識不能になります。SCP-250JP を意図して観測しようとしていないとき、他の人間は SCP-250JP を認識可能であり、声を聞き、姿を見ることができます。大勢の会話に割り込む。視界の端を歩くなど、SCP-250JP に留意していない限り、SCP-250JP は周囲に認識されることができます。しかしその声に耳を傾けたり視線を向けたりすると、直ちに SCP-250JP は認識不能になります。この特異性により SCP-250JP はしばしば自身が、また無視された、と考え、これが SCP-250JP の打つ傾向の主因となります。インタビュー記録2000年月日。対象 SCP-250JP。 インタビュアー博士吹き。インタビューには収容室内に設置した2台の PC を接続した専用チャットルームを用いる。記録開始。博士こんにちは。SCP-250JP、元気かな？ SCP-250JP、こんにちは先生。でも私の名前は、データ削除、だよ。博士、わかっているよ。データ削除。3、今日はあなたがいつから無視されるようになったと感じ始めたのか、話してもらえるかな？ SCP-250JP、また、まあ同じ話を何度もするのは慣れてるし、先生は好きだからいいけど。博士、ありがとう、よろしく頼むよ。SCP-250JP、小学校5年の2学期から、夏休み中は何ともなかったの。友達ともプールに行ったし、家族でバーベキューもした。でも夏休みの終わりにひどい風邪をひいたの。もう休みのギリギリまで、始業式に出れないんじゃないかと思った。無視され始めたのは、風邪が治って2学期が始まってからのことだよ。博士、2学期の話はこの前聞いたね。風邪の話を聞かせてもらえるかな。SCP-250JP、夏休みの終盤、友達とその親と、キャンプに行ったの。とっても楽しかった。星なんかすごい見えたの。都会の空って本当に星が見えないのね。みんなと、
熊でも出るんじゃないかって夜中まで騒いじゃった。でもなんで外でみんなでカレーを食べるってだけのことが、あんなに楽しいのかな？博士、風に関する話をしていただけないかな？ SCP-250JP。 あ、ごめん、でね。そのキャンプで泊まったバンガローが思ったよりも寒かったの。私と同じように。さんも風邪ひいちゃって、後で。さんのお父さんがみんなの家に謝りに回ってて、すごく大変そうだった。うちのお母さんも怒ってたし。博士、さんも風邪をひいたんだね。何か君にだけ変わったことはなかったのかな。SCP-250JP。 そうだなぁ。あ、そういえば河原で綺麗な石を拾ったよ。博士、石。SCP-250JP。 とっても綺麗なすべすべした石。家に持って帰ろうとしたんだけど、いつの間にかなくなってたの。博士、なるほど。後でその石について、詳しい資料を書いてもらおうかな。SCP-250JP、宿題。またご褒美考えておくね。博士、そう、宿題だ。頼むよ。さて、風の話はそろそろ終わりにしよう。少し実験に付き合ってもらえるかな？ SCP-250JP、どうしたらいいの？博士、ちょっと席から立ち上がって、私の頭を軽く叩いてもらえるかな？博士は椅子を引く音は聞こえたが叩かれたことは認識できなかった。SCP-250JP、これでいい。博士、ありがとう。叩かれてありがとうというのも変な話だな。では次に、収容室のドアを叩いて、思いっきり大きな音を立ててもらえるかな。道具を使ってもいい。SCP-250JP、変なこと言うのね。いいよ。椅子でぶったたけばいい。収容室外部で待機していた保安員は音に反応したが、博士は音を認識できなかった。SCP-250JP、手が痺れちゃった。どうだった？博士、ありがとう。最高の出来だったよ。では今日はこれで終わりにしよう。SCP-250JP、待って、先生、私、また友達と遊んだりできるよね。博士、ああ、我々は皆、そのためにいるんだ。SCP-250JP、できるだけ早くね。女の青春は短いの。記録終了。終了報告書。SCP-250JP が無害な少女のうちに収容できてよかった。SCP-250JP が有害な人格を持った場合、史上最悪の犯罪者にさえなり得ただろう。SCP-250JP がキャンプ場で見つけたという石の捜索を立案してみるが、もし石が SCP-250JP と同じ性質を持つなら、我々はそれを見つけられないだろう。何しろ、探そうとすれば見えなくなるんだから。だがしかし、SCP-250JP は石を見つけられた。きっとそこにヒントがあるはずだ。石と、彼女を見つけるためのヒントが。ポイ12000年月日、 SCP-250JP が体調の不良を訴えました。体温は自分で測定しチャットで報告できましたが、直接の診察が不可能であるため、病状の把握は本人の申告のみに基づいた問診により行われました。本件のケースでは問診から適切な処置を判断できるだけの情報を得られたため、SCP-250JP に自身で処置するための薬と物品を提供できました。しかし今後 SCP-250JP が重い病気や怪我などを負った場合、治療が困難または不可能である恐れがあります。SCP-250JP の健康状態の確保は優先的課題とします。ポイ2000年月日、研究員が SCP-250JP の健康状態の調査のため収容室内に立ち入った際、視界の端に SCP-250JP と共に未確認の生命体の姿を一瞬だけ視認しました。研究員が視線を向けた時点で生命体は消え失せており、
その後未確認の生命体は出現していません。現在のところ、研究員の見間違いであるのか、SCP-250-JT と同じく観測しようとすると見えなくなる存在であるのかは不明です。生命体は拳程度の大きさの赤い塊であり、SCP-250-JT の足元を飛び回っていたように見えた、と報告されています。なお温度、放射能、重量などあらゆる測定器は SCP-250-JT 以外の生命体が収容室内に存在する可能性を否定しています。本件は継続調査中です。ポイさん、SCP-250-JP が紙面で提出した、石、の資料の書き起こしを次に示します。このくらい、およそ縦4センチメートル、横8センチメートルの楕円を図し、の大きさ、重さは普通、手触りはツルツルしていて、表面が磨かれているみたいだった。大理石の床みたいな感じ。色は薄い緑色。水に濡れるともっと綺麗。ポケットに入れておいたはずなんだけど、帰ろうとした時にはもうなかった。どこかで落としたんだと思うけど、探しに行っている時間はなかったので諦めた。あとはわかんない。ご褒美はアイスがいいな。また紙面の裏側に、次の文章を書いた後、消しゴムで消した痕跡が見つかりました。SCP-250-JP は裏面には何も記載していないと主張しています。また字体が崩れているため筆跡鑑定は不能です。準備できたよ。ポイ42000年月日、ゴミ箱に捨てられていた画用紙から再度、鉛筆で書いてから消した文章が見つかりました。SCP-250-JP は記載を否定しています。文章の内容は以下です。ごめんね。